6球団パリーグ6球団、流行語大賞、うん、なんとライオンズ劇団獅子が1位に選ばれました。いやーやったーやったーおめでとうございますあー愉快な仲間たちね。でもうまいこと劇団獅子うまいこと作ったよね。あれはね本当にあの必ずこう選手がこうグラウンドに出るときにね一人ずつ紹介する中で最後マネージャーの釣りやすい子って言ったときにこうアップで映るんで必ずそれはファンに向けてこう礼をしてたんだけども、そのときに必ずねあのベンチの端の方からこう山田、柘植、それに山野辺とかねこの選手たちがこう僕の方を向いて必ず帽子を取って礼をすると、今日も監督よろしくお願いしますっていう例なのか僕も使ってくださいという例なのかは分かりませんけど、まあ、そういうのが始まってよしじゃあそういうのだったらお前ちょっとこっち来いって話になってそこからちょっと遥か出たり告げ出したり出たりというように自然となったような気がしますね、はい、そうだね。あのやっぱりなんか前の晩から考えてることはじゃないと思いますよ。もうとっさにこう何しあどうしようかどうしようかって遥かがこうね迷ったりこれどうですかってダメそんなもんじゃお前ダメやろって話になってこれでいけとか言ったことも数回ありますよ、はい、あれはちょっとなんか本当にちょっと笑ったよね。あのそれだけだったらなんてことないんだけど、まあ僕の顔が思いっきり隠れちゃったってことで、それであいつの頭をポーンってしたらカクンってなったところでしょ。なんか本当に吉本新喜劇じゃないんだからっていうそういうストーリー的なところがありましたよね。エピソードとしてはもうなんかすぐなんか完売したらしくて手に入らないということで僕もあの受注してその10枚ほど買ったから、それであの夏が来た時に夏をタオル買ったからあげるよって言ったら、いや僕も何十枚買いましたってなんか田舎のお父さんお母さんに送ったのかわからないんですけど、まあ買ったと言ってね、まああいつもすごくなんかあのシャイでねテレ屋さんなんでちょっと自分の顔をあまり出さなかった時に俺がピュッとこうって顔を出させてせたっていうところをね、まあ本当に育成からこう上に上がってきてすぐ試合に使って、まあ、そういうふうなところでもう夏をもよろしくお願いしますぐらい、まあそこの紹介してさせていただいたんですけどね。その中であの最終戦だったんで、練習前のこうミーティングで選手あのコーチたちに全部あのそういう意図を伝えて、今日こう超えてあのファンの皆さんにみんなにこうお礼の意味を込めてやりたいんだって話して協力 してくださいってことをお願いして、もう心よくみんなが受けてくれてね、本当に全てのもうコーチがもうブルペンからも走っていってくれましたし、全部がこう本当に1年間の感謝を込めて、ファンの皆さんにこう挨拶しようということでやってくれたんでね、なんかちょっとあれがちょっといい感じだったですよね。なんか我ながらなんか本当になんかグッとくるものがありましたよ、はい。ネタというのでもやっぱりもうだん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 ね何でもプレッシャーになってくるんですよ。みんなそれ以上のハードルが高くなっていって、あのみんな必ずもその時に僕が紹介されるという時にみんなこう絶対ブランクこうねスクリーンをこうやってみんな見てると思うんですよ。でもその時になんかあんだよだんだんの嫌だし、まあ、そういうプレッシャーもありましたけど、まあできる範囲ではねしっかりと本当にこうやらさせていただいて、なんかそこでこれから緊張して試合が始まるっていう前にちょっとホクホクっとしたようなこうなんかねにっくりするような場面があってもいいかなと思いながら、まああれは本当に良かったなと思います。いや立場ですね、まあ本当に監督としてはどうだろうといろんなことも思いながら、まあ僕も楽しんだ部分があって、
やっぱり昔と違って今はこうファンと共にこうゲームをするというかこう試合をね、盛り上げていくっていう部分では非常にこうやれたことがね、その劇団獅子を見てくれて喜んでくれたことが非常に嬉しいですし、これからもまた何かの形でこういろんな形でこうファンにこの還元して、選手ももちろん行ってもらいたいなと思います。本当にこの受賞は心から嬉しいと思います。ありがとうございます。まあ6年間、その前セリーグ言いましたが、この6年間というのは特にこう監督として、パリーグをやっていて本当にパリーグは熱いです。拮抗した中で本当に、必死でみんな戦ってね、どこのチームが優勝してもおかしくないぐらいの熱い、試合をこう繰り広げることが来年も続くと思います。楽しい試合をね、選手たちは精一杯こう頑張っていくと思うんでね、パリーグチームをぜひ皆様応援していただいて、その中にまたいろんなこう劇団獅子みたいに面白いことがあったら、またそれがファンにとってね、嬉しいことでもあると思いますので、また、選手たちも監督コーチもなんかまたそういうふうにファンに向けたこのメッセージを届けていけたらいいんじゃないのかなと思ったりします。どうか来シーズンからもパリーグTV ならびにパリーグの選手たちを、応援していただきたいと思います。ありがとうございます。手を捉えた。